ドジャース・大谷翔平投手の見せた満面の笑みに、心がぬくまったファンが多く見られた、5日、日本時間6日、米アリゾナ州グレンデールで行われたエンゼルスとのオープン戦前、古巣のマイク・トラウト外野手と再会、水原一平通訳と熱い抱擁を交わす姿を見る大谷に、とってもいい笑顔ですね、タブレットの待ち受けはこれにしますなどの声が上がっている。実際の様子 大谷翔平の笑顔が最高な一枚。熱い方用にニコニコ、素敵な瞬間の切り取り。かつての同僚と、水原通訳の、ハグ、を見届けた大谷は白い歯を見せていた。大谷がエンゼルス在籍時、トラウタニ、と称された超強力コンビ。MVP3 度を誇るトラウトにとって、大谷は特別な存在だったが、同時に水原通訳との再会も喜んだ。 トラウトと水原通訳が抱きつく瞬間、大谷は少年のように笑っている。SNS などでこの様子を確認したファンは、素敵な瞬間の切り取り、一平さんのこんな笑顔も珍しい、など、歓喜の声が目立った。さらには、ニヤニヤする大谷さんも、トラウトの力強さにひるむ一平さんも、最高な一枚、なんていい写真なのーーいい笑顔だな。 などの声も見られ、大きな盛り上がりを見せていた。